日向坂46加藤志穂、4期生、小西夏奈美との仲良しぶりを明かす、波長が合いますね。6月17日、日向坂46の公式 YouTube チャンネル、日向坂チャンネルが更新。日向坂46、加藤志穂が、グループのメンバーとの関係性について語った。今回の動画では、加藤と小坂奈緒が、二人でユニバーサル・スタジオ・ジャパンを満喫する様子を公開。バル、食事中のトークで、グループの1期生の加藤は、2期生の小坂とは以前から仲が良いが、最近他の2期生とも喋れるようになったとしつつ、もう、2期生とは、7年ぐらい一緒にいるんだって思って、どんだけ時間かかってんだって、と苦笑いしながらコメントした。その後、小坂が、加藤は4期生の小西かなみのると仲が良い、と話を振ると、加藤は、小西ちゃんはね、喋れる。仲良いから、波長が合いますね、と発言。小坂が、確かに、ちょっと似てるなとは思います、と納得しつつ、小西ちゃんの志穂さん愛をすごい感じます。ああ、本当に好きなんだろうなっていうのが、滲み出てますよ、とコメントすると、加藤は、え、そうなんだ。嬉しい、と喜びを覗かせていた。